さんの話いろいろな話ですね。三橋さんはこの松井郎青森駅にただいま通過いたしましたね。
らいの金額しますか。函館からね、新幹線ありますか。ですよね。あ、この辺かな。最初、小樽向かいまして、札幌で一泊して、旭市とか、馬場市、釧網線で、釧路、釧路から根室を往復して、釧路で3泊。本日ね、特急列車で札幌までね、登ってまいりました。まだね、私の冒険はね、続きます。これで終わりじゃありません。札幌でもね、行きたいところたくさんあります。では、チンチン電車もね、走っております。ちょうどね、本日のお泊まりのところまでチンチン電車走っておりますから、まあ、何か私ね、結構便利でいいところで泊まっております、ね、最初のね、網走のところに行く人はね、大変でしたけど、ご乗車大変お疲れ様でした。まもなく南千歳、まもなく南千歳に着きます。出口右側は4番線の到着です。南千歳からのお乗り換え列車ご案内いたします。千歳駅は北広島方面、快速エアポート小樽駅は降りたホーム向かい側3番線から15時9分、めぐみの島松方面、普通列車星見行きは降りたホームと同じ4番線から15時13分、苫小牧上り別、新函館北東方面、特急北斗16号函館行きは橋を渡り1番線から15時12分、飛行場においでのお客様は快速エアポート新千歳空港行きは橋を渡り2番線から15時9分のお乗り換えです。快速エアポート小樽行きは3番線から15時9分、普通列車星見行きは4番線から15時13分、特急北斗16号函館行きは1番線から15時12分、快速エアポート新千歳空港行きは2番線から15時9分のお乗り換えです。南千歳通りのお客様は車内にお忘れ物をなさいませんようご注意ください。特にチケットある名残用のお客様は切符のお取り忘れには十分ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく南千歳出口右側4番線に到着いたします。南千歳到着します。ここまでね、見てくださいありがとうございました。この後ね、札幌に向かいます。
ちょうど10日目です。10日目とうとう時計回りのね終了で、この辺で終了となります。ここからはね、重複1回になりますね。だから一周達成ですね、時計回りで、ね、南千歳南千歳でね、動画ね、とりあえず堂々の時計回りのね、一周は終了となります。ご覧いただいた方、長時間ね、ご視聴お疲れ様でございました。次のね、動画も楽しみにしてください。